はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエストウォーク、やっていこうと思うんですが、みんな、ウォークってる？はい、ということで、ついにね、リリースされましたね。で、ちょこっとね、やりました。今、左ですね。はい、ケイキング、戦士で、レベル5。で、仲間1人います。で、レベル5ね。であとは、2章の1話で加入、また仲間が増えると。で、まずは2章の5話まで進めて、まあ、仲間4人にすると。今、見た目こんな感じの見た目で、装備がね、はい、こんな感じなんですよ。貧弱でしょ。なんで、ここをね、今日はちょっと変えたい。はい、こんな感じ。で、今日ちょっと福引き、まあ、10連だけなんですけどね。ちょっとやって、まあ、強化したいなと思います。まあ、初めての福引きってことでね。で、まあ、この辺にね、まあ、限界突破であったりとか、まあ、強化、そして、まあ、心のグレードアップね。まあ一応今ドラキーとスライムだけ自分持ってるんですが、うん、まあこの辺のまあ強化とかもあると、まあしっかりこの辺も強化して、まあステータスを高めていくと。じゃあ福引き行きましょうか。で、今福引きがね、メタスラ装備福引き登場。うん、メタスラ装備ね。いや、懐かしいね。星空でさ、回しましたよね。俺実況する前ね、星空の動画上げてたんですよ。うん、こっちはメタスラ装備欲しいよね。でもね、うーん、欲しいですね。いや、またまあいろいろ出てくるんでしょうね、ここからね。ルビスとかもね、出てきたりとか。提供割合ちょっと見たいな。提供割合はまあ、3000で引ける。あとは補助券ですね。100枚で引けるか。どっち引きますかね、これ。星5が 7%、星4、23%、星3が 70% と。うん、メタスラの剣ね。まあ、メタスラの槍。そして、盾か。うん、ただ、兜とかはないですね。メタスラ、こう、一式ね、揃えたいですからね。メタスラが、まあ、ピックアップになってると。うん、まあ、メタスラーの方やね、引くのはね。こっちと、そうですね、はい。メタスラー引きましょう。よし。じゃあ引くか。もう早速ちょっと引いてみよう。で、ちょっと装備とかも変えたいですね。今のところは、ちょっとストーリーを進めて、まあ、ミッションとか達成になるんですよ。それを、まあ、そのクエストとかクリアすると装備手に入るぞ。で、さっきの、まあ、装備になってるって感じです。ガチャを引いたり、この福引きね、引いて、やってるわけじゃないです。はい、違います。今これ自宅で撮ってるんでね。よし、それじゃあ、行きましょう。本当によろしいですか？はい、OK。あ、これは ?100 連引けば、60連で星5装備1体、まず1は確定か。で、100連で、さらに今確定か、これ。いや、100連引けばもう2個もらえるよな。確定で。まあ、行きましょう。まあ、演出ね、見ていきます。パン、パン、パカーみたいな感じなんですかね。星空と一緒で。どうなんでしょうね。いや、これは、嘘やろ？パカー。跳ねる感じ？跳ねてパカって感じか？いや、これちょっとまずいよね。もうちょっとやめてくれよ。もう虹なかったですからね。これはちょっと辛いんじゃない？うん。ドラクエ、10の時にね、よく使ってました。初期の頃ね。プラス3とかしてね。ああ、パカッ。まあ、昇格もなしで、7% 引けずと。さらに、2個しか引けてね。4もね。うん。まあ、とりあえず、これでいいです。はい。これでもね、十分強化できると思います。まあ、おすすめセットとかにします。まあ、ちょっと見てみるか。
まあ、ブーメランの方が戦いやすいよね。全体攻撃ですかね、多分これも。限界突破も考えると、なかなか痺れることになるかもしれんね。結構がっつり回さんといかんかもしれんね。ちょっととりあえず戻りましょう。立っては手に入ってないね。帽子入ったよね。まあ戦士と相性いいっていうわけじゃないからな。まあ4が手に入って、まあ12。まあ一応この耐性とかもね、やっぱあるので、まあ星、高いやつの方がいいよね。麻痺耐性のプラ5か。まあこれ眠り耐性か。まあ後々どうなんですかね。あの敵とか強くなったらさ、しっかり、例えば軽減装備で固めたりとか、っていうのになるんすかね。麻痺耐性ね。星2だと、守備とかしかないですからね。やっぱ3以上は装備したいよね。まあ、できれば、やっぱり5やね。まあ、ちょっといろいろ見ていきましょう。アクセサリーはないので、おすすめセットにちょっとしてみますか。ま、ちょこっとかっこよくなった。縦がちょっとなぁ。まあ、ちょこっとやな、本当に。まあ、眠り耐性がちょっとついてて、まあ、麻痺耐性がついてると。心は今、自分はこんな感じですね。で、職業は戦士。まあ、これ転職できるようになったら、俺変えると思います、戦士は。ダサい。見た目、こんな女の子近づいてきたらちょっと怖いやろ。ダサいっすよね。麻痺耐性と混乱ね。はい、一応こんな感じで装備はしています。なるほど。まあ、爆死でしたね。まあ、10連じゃなんとも言えないですね。で、あとは、チケットがまだ溜まってないので、あと20枚か。溜まったら、一応引けるは引けるんか、これ。だから8回引けるんですね。ですね。まあ、単発引かなくてもいいですかね。まあ、ちょっとこれは残しておきます。あとちょっとこの辺とかも見てみますか。まあ、限界突破していかないといけないって感じですよね。ちょっと一回やってみようかな。はい。まあ、最大レベルが上がっていくと。なんで、まあ、できればね、マックスまで限界突破しないといけないか。まあ、今、メタスラー装備来てるんですけどね。星ドラみたいな感じで追加されるなら、またどんどん来るよね。いろんな装備がね。はい。あとはね、心か。心の、まあ、グレードアップ。まあ、この辺ちょっとよく分かってないんですけどね。これ、どうなんですかね。今、装備してて、ドラキ一つあるので、ちょっとやってみます、これ。ランク、ドラキーの今、ランクが D。最初手に入れた時 D なんですが、これがまあ C になって、MP とかの補正がまあちょこっと上がると。MP 身の守り。そして回復魔力ね。まあレアなモンスターほど、まあもちろん手に入れにくいという感じですかね。まあまずは仲間4人を目指すと。これしっかりね、ステータスのまあ底上げをしていくと。まあこれも大事になってきますよね。これは最初にね、プレゼントで受け取ってもらったやつかな。まあ、やっぱり、かなり強いか。C と比べるとね。ああ、ですね。だいぶ強いね。同じドラキーでもね。素早さとか11で、まあ、力も1しかこっちだと上がってないですからね。こっちは結構上がってますよね。MP にしてもね。まあ、全体的にやっぱ高くなると。はい。ということで、まあ、今回はね、まあ、1本目の動画ということで、まあ、これくらいでね、終わりたいなと思います。いやー、どうすかな。スタンプあるんでね、100連引けば、まあ、がっつり強化できそうだね。はい。ということで、とりあえず今回は終わりたいなと思います。ご視聴。ありがとうございました。